続きましては物語の主役であるオーロラ姫のバリエーションをお送りいたします。バリエーションとは広い舞台上で一人で踊るソロパートを指します。表現力、テクニックの技術はもちろん、その舞台上での存在感も求められます。オーロラ姫を演じるのは佐伯美穂と八月梨沙、どちらも K バレースクール小石川校在籍の2人です。そして今回指導に当たるのは自身もオーロラ姫で全幕主役デビューを果たした K バレーカンパニーのゲストプリンシパル中村翔子です。こんにちはこんにちは。はい、じゃあ今日はオーロラ姫のバリエーションをリハーサルしていきたいと思います。じゃあまずはじめにローズの方のリサちゃんから、はい、いきます。じゃあちょっとこっちで待っててね。じゃあお願いします。で皆さんのために踊ってください。周りを意識して、王子様を意識して、呼吸して、最初出てくる時に本当に王子様もいて、みんながお姫様を待ってる。でその時に呼ばれて出てきて、で、はい、こっちに来てください。姫、ここでみんなのために踊ってください。その時にやっぱコンタクトがないといけないよね。やっぱここにみんながいて、みんなとの会話が必要。でもやっぱり会話する時って人の目を見ないと伝わっていかないでしょ。その時に言われて、踊ってくださいって言われて、私は、じゃあ私ここで皆さんのために踊ります。でやっぱりこう少しコンタクトがあるとお話が見えてくる、うん、やってみて、はい、ここで踊ってください。私はここで皆さんのために披露します。そう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 、そう、全然遠慮しなくてもいい。スートニューした後も、じゃあこれから私ここで踊りを始めます、そういうのを一つ一つ自分がきっと思うと目で見て表現できると思うのね。呼ばれました、どうぞ。姫、ここでみんなのために踊ってください。ここでみんなに披露します。止まる。で、そこから自分の、はい、踊る位置につく、はい。で、ここもちゃんと意識して、たくさんの人が、そう、たくさんの人の前でみんなに踊ります。そこで少し目線を下げてしまうと、ちょっとなんか寂しいイメージになってしまうと、タタンタタン、でやっぱり少し上げといて、その次に行くときに下げるのならいいけど、やっぱ下げてしまうとそこで影を作っちゃうから、少し目線を上げて、タラン、呼吸して、そう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 、はい、次に
タンタ、引っ張ったまま、そう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 、王子様を意識して、そう、タラン、ピッ、そのアチチューがちょっと広がりすぎないように、ポジションをちゃんときちんと一緒に、アチと一緒、そう、伸びて、タラン、前に前に、そう、うん、そう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 、タラン、タラン、指先も意識して、その時に肩があんまり前に行ってしまわないようにね、肩を残して、アラベスクから残したまま次のポジションに、伸びて伸びて伸びて、そう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 。残す、そう、一緒に、1、そう、パーパン、パーパン、アラベス、タラン、みんなを見て走る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 、そう、これをズル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 っていかないようにね、軽やかに上体を上に上げて走っていってごらん、もう一回、タタタン、上げたまんま、そう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 、見て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 、そう、タタタタ、5番気をつけてポーズ、手柔らかくね、遅れない、1、軸乗って引き上げて、引き上げる、そう、呼吸して、穴番気をつけて、ちゃんと通って外れない、前に出る、続けて、閉じて、足閉じる閉じる、5番プリエパセッ、ポーズ、伸びて伸びて、そこからありがとうございます。最初の斜めね。手がオーロラ姫はやっぱり自分の父の本当に手が前にないというスタイルね。これがオーロラスタイル。絶対後ろにはいかない。前。そう、父をちょっと触るぐらいのところね。で、ここもロンでもちゃんと足を、自分の足を見せないといけない。一回一回。で、それでこれが手が遅れると多分きっとバランスができない。タランパッ、そこで手と足を一緒に、うん、決めてごらん、タンパッ、そう、ババン、そう、クドピューあんまり高くなりすぎないようにね、そう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 、ババン、ババン、王子様も意識して、反対にも王子様いるよ、いろんなところに王子様いるから意識して、そう、タン、引き上げる上に、タランタン、外れないようにね、前足が外れない、青の手も丸くポジション、手が後ろ行かない、横の手後ろ行かない、そう、で最後ダランパン、前に前に、後ろ行かない、これが後ろに行っちゃうとやっぱバランスってできないから、ちゃんと行った分上体も前に行かないといけない、手が遅れないよ、そうそう、で意外にやっぱりね、お客さんを意識しちゃうからどうしてもこう外れちゃうのね、だけどここはちゃんと自分の反対側も持っていってあげないと、さあ、もっといけるはず、もっとバランスできる、そう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 、タラララララララ、ポーズ、ポーズしてから止まらないように、
パン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 パツ、キラ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 って、なんか蝶々がふわーって飛んでいったように、ポツ、次じゃなくてパッって言ったら、お姫様だからもうすごい素敵なの。もう何をするにもなんかこうキラキラ輝いてる。だからパンって言った時にふわーって何かが言ったように、自分も表現したらいい。パッで、そこから次に行く。じゃないと全部がポツポツって終わっちゃうからね。そこも少し自分の中でいろんな表現していい、うん、考えながらやってみてね。最後もパンパンパン、最後一緒、止まらない、止まって次に行かない、パン、そう流れて流れて、そう1、2、3、4、そこで少しね1、2、3、ずーって時間を取ってしまわない。行ったらスッてアラベスクに入った方が楽じゃない。タンタンタン、そうそう、そこアラベスクを見せる。そうパパパパパパ、タンタンタン、ファッ、下を結構きれいに回ってるから、やっぱりここが降りないと状態も決まらないからね。降りた上で状態を、うん、使う。そう、タンタンタン、パッ、そうで、みんなを見て、そう、皆さん来てくださいって、ついてきてください。そう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 、じゃあもう一回続きから行ってみる。ここからね、終わって、でみんなを連れて行かないといけない。来てくださいって、みんな、もうみんながもう本当に虜になってて、はーってついていくような感じで、自分で本当に、うん、その空間を作っていかないといけないね。タンタン、そう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 、みんなに、そう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 、でタタ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 、そうで、下がる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 、で次遅れない。そう、この手が後ろに行かないようにね、前、全部前、これは全部後ろ行っちゃうとスタイルが変わっちゃう。前、そう、でも肩はね前に、そう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 、そうで次もう一度前に、パパパパパパンパンパン、下がる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 、タタン、次も肩、そう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 、パパパパタタ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 タ、決める。ちょっとね、リサちゃん、アンオーがやっぱちょっと離れちゃうね。気をつけて、そうポジション、指先まで気をつけたら絶対ここまでいくはず。やっぱここまでしかエネルギーがいってないと、やっぱり集中ここまでいってないからね。そう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 、丸く、そうパパパパパンパン、先と一緒に前に1、そうパパ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 パ、次回るときももちろん難しいけどね、やっぱ指先まで意識しとかないと。そうそう、で最後ここに来た、大きく大きく大きく、ピッケするときもうちょっと膝を伸ばしてごらん、遠くに遠くに、そう遠くに遠くに、スーッと5番をきちんと入れて、そう後ろ足を遅れないように入れる入れる、シェネ、コンパクトコンパクトコンパクトに、そうで最後がね、本当最後気をつけないとね、こんなになってこんなになっちゃうからね、気をつけて。最後の回るとき勢いは最後つけるでしょ、でも止まるときにちゃんと少しスピードを落とさないといけない。同じスピードでいったら絶対よれってなっちゃうでしょ。スピードをつけてても終わるときは自分でちゃんと自覚してローンデして、ここを気をつけない。ここで、なんて言うんだろう、プリエが浅いと絶対状態を崩したときにやっぱり崩れていっちゃう。ちゃんとここでプリエを入れとけば、そのままそうで一緒に、そう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 、そこでドッと言うと行っちゃうでしょ。だからちゃんと自分で確認して、軸があることを確認した上で一緒に伸びる。そうどう、最初からいける、全部通してみる、大丈夫。ちょっと最初から意識をして、今の意識をしながらやってみましょう。はい、大丈夫。じゃあお願いします。
ておくれない？そう、呼吸して、そう、続けて、プリエ、そう、パツ、はい、みんなを連れて行って、下がる下がる、決める、そう、遅れないよ、下がる下がる下がる、シンプルな振りでね、やっぱりすごいコントロールが大事、うん、で自分も踊ってる時もやっぱりコントロールしてるからすごい緊張しちゃうし固まっちゃうと思うの。だからこそそれを意識しつつも、なんかやっぱり状態の表現だとか自分のファンタジー、やっぱりこうみんながリサちゃんのオーロラ姫をこう見守ってるからね、その中でやっぱり自分でなんかこう空間を作ることで周りの人もそれに対して、表現がしやすくなるっていうか作り上げていける。だからみんなでそれがその空間を作り出せるから、それはやっぱりリサちゃんもみんなに対してこう発信していかなきゃいけないのね。それはすごく難しいことだけど、やっぱリハーサルでそういうことをやっぱりいろいろ考えながら踊ると、本当に単純なねこういう振りだけども、そこに何かが見えてくるんだと思う。そこを気をつけて頑張ってください。はい、はい、お疲れ様です。じゃあ次は3幕のオーロラ姫お願いします。呼吸して、そう。
とうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。また三幕のオーロラ姫は、またね、ローズの時とちょっと雰囲気を変えていかなきゃいけないよね。最初に、ここをね、最初に出てくる時も感じ、やっぱり本当に お姫様としての貫禄をね、出していかなきゃいけないでしょ。で、出る時に、バレってすごくやっぱ目線ってすごく大事なの。もし自分がこうしてても目線が下向いてたら、絶対そのエネルギーっていうか見てるお客さんに伝わるものがすごく半減しちゃうと思うね。もう今から自分が踊りますって、そう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 パーンそうでパッセータン状態つけてください。そう状態つける、タタタッタンタンタン状態、そう状態、もう少し状態がつけばいいね。これ難しいよね。本当に難しいんだよね。でももうちょっと状態をつけて、次こっちへ。でそこでパッセから下ろすときに、本当になんかガラスのところを、ね、ガラスの上で踊っているように、本当に繊細にドン一回ずつこうボンボンボンって、ね、置いてしまわないように。ダラダラ引き上げてパンパンパンって。状態、状態、1、2、3、手は良くなった、すごく。じゃらん、状態つける、1、2、3、背中、そう、たん、1、その時も指先ね、指先も気をつけて、指先、最後まで、そう、そう、うん、そう、お、あ、危ない、そう、やっぱりね、本当に、手の動きの重要なのって肘から先、肘から先がやっぱ止まってしまうとそこの空間も止まってしまう。最後、ここの最後、最後までどれだけ意識できるか、そう、そう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 。指先、特にオーロラは指先、そう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 、ね、で次前に出てくる時も繊細に、そう、そーっとそーっとそーっと。決めるとか決める、タタタタタタタ、後ろ引っ張るように状態から引っ張っていく、そうタタタタタンタタ、そう、もう一回最初からここまでやってみてもいい、はい、状態上げて、そう上げてゆっくりプリーエから決める、呼吸して、うん、飛んでしまわないように弓を使って、そう引き上げる、そうそーっと、そうアラベス、続けてみて、決める、手が後ろ行かないようにね、前、状態前、足をきれいに下がる、下がる、頑張って下がる、そうブレまで最後まで下がる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 、はいはい、タンタン、これも難しいよね、これもね、これもねすごく難しいんだけど、これがやっぱり少しあの角度を決めないと、真正面だとやっぱり見てる人は本当にまっすぐにしか見えないから、少し角度を自分でつけてごらん、ここからアチチュード角度をつける、そうで、あまり状態をちょっと前に持っていくと難しくなっちゃう、状態はキープしたまま角度をつけてみてごらん、そう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 、で手が遅れない、タンタタタタン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 、パン、そう、これが後ろ行かないようにね、で横の手も丸く、そう、で指先、そう、そう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 、つける、角度つける、パンパンパパパパパパパ
パンパン。ちょっとね、右手がね、遅いかな。もうちょっと右手を早く持ってきてごらん。一、そう。形、そう。パン。み、そう。パンパン。パパパパパン。パン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 。パパパパパンパンパン。パンパンパン。パパパパパン。じゃあ続きやってみます。はい、続きをそこからお願いします。はい、ごめんなさい。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そう、ここもね、前話をしたよね。ここはオーロラ姫が結婚をして、ね、すごい素敵な王子様と結婚をして、それでそのお披露目の時のバリエーションでしょ。で、ここも本当に指輪、結婚指輪を見せてるように、自分が結婚指輪をつけていて、見てください、みんな、私結婚しました、そういった、うん、雰囲気を持って踊って、そうそうそう、あのね、待ってね、ここからちゃんと自分がこうみんなに気持ちをそう伝えると思って、ただポジションって流してしまうんじゃなくて、自分の気持ち、そう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 、それを表現して、そう、そう、そう。こっからこれと、こっからこれってやっぱり全然違う。そう、それをそう、遠慮なく、遠慮しちゃダメ。遠慮なく、もうもちろんポジションっていうのは大切よね。大切だけど、それを崩せって言ってるわけじゃなくて、内側から気持ちをすべてこう、そうすることで踊りの広さとか、そう、変わってくる。最後も。ここも最後まで、お客さんいるでしょ、みんな、うん、お客さんを見てごらん、そう、皆さん、だだだだ、最後まで、最後まで、そう、大きく、大きく、手から、そう、気持ち伝えて、大きく、そう、止める、一瞬止める、そう、止める、スッと遅れない後ろの足、最後まで上に引き上げて、プリエ、そう、はい、そう、そこからシャセ、シャセをやっぱり進まないと進めないよね。シャッセがその場だとやっぱりあの円を描いていくの難しいから、ポーズからシャッセを大きくいって、ここで決める、キープする、シャッセで進んで決める、シャッセで決める、そう、止めるよ、止める、そう、続けて、目線上げて、下向かない。最後もシェネからプリエで、プリエできちんと入って、そう、プリエで入って一緒に、ここで浅いプリエだとの立つ時に重心が壊れちゃうから、ちゃんとプリエでちゃんと自分の重心を感じて、目も合ってるからね、感じて、そこから一緒に、後ろ行かない、前、そう、できる限り止まれたらかっこいいよね、最後ね、やってごらん、シェネ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 、プリエ、そう、プリエ、手も使って、プリエ、あ、
皆さんにもう一度、はい、大丈夫かな。じゃあちょっと休憩、少し呼吸整えて、大丈夫かな。はい、じゃあお願いします。上体上、そう、ゆっくりゆっくりゆっくり、そう、プリエをしてプリエ決めて、ついて、そう、指先指先、手気をつけて、はい、そう、柔らかく、呼吸して、前に前に、上体前、まあ、お辞儀どうぞ、みんなにお辞儀してください。はい、ありがとうございます。じゃあ、りさちゃんも、はい、ありがとうございます。すごく難しい、本当に私がこの間眠りを踊らせていただいた時も、あ、なんて難しいんだろうって思うぐらい、本当に振り的にはね、そんなに難しい、まあ、白鳥とかドンキとかそういった感じのテクニックは入ってないんだけれども、やっぱりコントロールしながらその雰囲気を出していく、そのコントロールの中にもやっぱりそういう細かな仕草がそのオーロラ姫につながっていくっていうところが本当に難しいし、また若い子たちにはすごく勉強になるんじゃないかなと思っています。だからね、それをつなげて思い出して、いろいろ自分のファンタジーも作りながら素敵な眠りを作り上げてください。今日はありがとうございました。ありがとう、ありがとうございます。